それでは自制最後の動画です。今回は福祉施設中の現在時制という分野を扱います。このセクションは英語が得意な人でも意外と見逃しがちな分野なので、きちんと頭に押さえておいてください。まず結論から言うと、このルールから覚えてください。時や条件を表す副詞接中であれば、それは意味が未来であっても現在時制で書くというルールです。一見このルールがどういうことを表すのか分かりにくいと思いますが、その解読作業を今から行っていきます。まずこの副詞に注目してください。副詞というのは文法的にいろいろと定義すると面倒なので、まずはなくてもいいものだと思ってください。そして次に接、これは文章のことだと思ってください。そして三つ目に現在時制、これは現在形または現在完了のことを指します。そして最後に時や条件を表す副詞接、これが一体何を指すかというと、次の三つに分類して覚えてください。一つ目に if、 二つ目に when、 三つ目にその他です。つまりこのルールを解読すると、時や条件を表す if、when、その他のようななくてもいい文章の中であれば、意味が未来であっても現在形または現在完了で書くということです。これが一体どういうことを表すのか、その具体的内容をこれから説明していきます。それではまずは if、when、その他のうちの if から説明を始めていきます。そもそも if というのは2つの意味がありました。1つ目にもし何々なら、2つ目に何々かどうかです。ここで丸1番のもし何々なら、このパターンは中学校からずっとやっているので一番慣れ親しんでいる形です。この時英語の形は if sv カンマ sv になることを予想してください。この英語の構造を見てみると、後半に sv がきちんとあるので、前半の if sv は別になくても文法的には構いません。なのでなくてもいい文章ですから、これを副詞接と呼びます。例えば次のような文章です。If it is sunny tomorrow, we will go out. 明日晴れたならば私たちは外出しますという文章ですが、この時 we will go out という部分だけで文章は文法的には成立します。なので前半の If it is sunny tomorrow はなくてもいい副詞接です。副詞接中は現在時制で書きますから is で書かれています。この時 tomorrow があるからといって未来時制である will などを使わないように注意をしてください。そして次に丸2番、何々かどうかという意味です。この時英文の構造は sv if sv となることを予想してください。この時の英文の特徴は if 以下がこのオレンジの v の目的語になっていると予想をしてください。これをきちんと理解するためには目的語が何であるかをそもそも分かっていなければいけないので、目的語が分からない人は自動詞他動詞の動画に戻って復習をきちんと行ってください。では話を戻して、目的語というのはそもそも名詞なので、この丸2番のパターンのことを名詞接、つまり名詞の文章というふうに呼びます。例えば次のような文章です。 I don't know if he will come tonight。私は彼が今夜帰ってくるかどうかわからないという文章ですが、この時 if の部分は彼が今夜帰ってくるかどうかを知らないというふうに no の目的語になっています。ここでポイントは、名詞接の時は未来なら未来、現在なら現在で時制通りに書いていきます。今回は彼が今夜帰ってくるかどうかは未来のことなので will を使って書かれています。それでは次に2つ目である when について解説していきます。 when も if と全く同じ構造を取ります。なので when も2つの訳があります。1つ目に何々の時、2つ目にいつ何々かです。丸1番の時、これは中学校からやっている一番慣れ親しんだ形です。英文の構造としては when sv カンマ sv の形を予想してください。この時 if の時と全く一緒で、sv が後半にあるので前半の when sv は文法的にはなくても成り立ちます。なのでこれを副詞接と呼ぶのでした。例えば例文として、 when he comes back I will start cooking、 彼が帰ってきたら私は料理をし始めますという意味ですが、この時 I will start cooking だけで文章は成立するので、前半の when he comes back は別になくても構いません。なので副詞接と判断できますから、現在時制である comes を使って書かれています。次に丸2番、いつ何々かですが、英文の構造としては sv when sv を予想してください。
この時 when 以下は if の時と全く同様に V の目的語になっています。目的語は名詞でしたから、これを名詞節と呼ぶのでした。例えば例文として、 I don't know when the next class will start。 私は次の授業がいつ始まるのかわからないという意味ですが、この時 when 以下のこの部分は次の授業がいつ始まるのかを知らないというふうに know の目的語になっています。ここでのポイントは、名詞節は時制通りに書くのでした。なので次の授業のことを言っているので、これは未来のことですから、今回は will を使って書かれています。それでは最後にその他の副詞節について見ていきます。これも同様に後ろは現在時制になると思ってください。その他の副詞節については暗記をしてしまった方が早いので、まずは一番受験に出やすい次の6つの副詞節を覚えてください。1つ目に as soon as、 意味は何々するとすぐに。2つ目に before after、意味は何々の前、あと。三つ目に until、 意味は何々までずっと。四つ目に by the time、 意味は何々までには。五つ目に as long as、 何々する限り。そして最後に unless、 何々しない限り。この6つについては一番受験で出やすいので、まずはこの6つを頭に入れてください。ポイントは、これらの後ろは絶対に現在時制、つまり現在形か現在完了になるということです。それではまとめです。副詞節の if と when、 そして最後に紹介したその他の副詞節の6つ。この後ろは絶対に意味が未来であっても現在形、または現在完了になるということを予想してください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。次の授業動画はこちらから。そして今日の英単語1問はこちら。答えが気になる方は概要欄をぜひチェックしてみてください。それではまた次の授業動画でお会いしましょう。バイバイ。